イメラジオ第7034回今日は令和6年7月12日火曜日です。時刻は午前0時半、横浜港北、日付が変わったばっかりの火曜日、真夜中ですね。西の空には今半月が黄色く見えていますよ。地平線に近くなっていると 月も黄色く見えますね。夜空は澄んでいて、今日は綺麗な夜です。午前0時半、真夜中、普段寝ている時刻なんですけど、今日はイメラジオの放送いたしましょう。今回は、朝8は日本保守党公式チャンネルではない、こんなタイトルでお話ししましょう。 昔、虎八というのがあったようで、私はほとんど見たことがありません。その後、朝八という風になって、これは主に百田さんと有本さんがお二人でやっていた、そういうチャンネル。まあ、虎八を引き継ぐという、そんな意味もあるんでしょうか。朝の8時にやってるんですかね、あの、番組は。 トラハチもアサハチも私は見たことはありません。で、その百田有本のお二人でやってるそのアサハチっていう、なんかこれが日本保守党の公式チャンネルのようになっていますが、実はこれは公式チャンネルでも何でもありません。それは百田さんか有本さんかどっちかわからないけど、そのお二人の プライベートなチャンネルなわけですね。で百田さんには百田チャンネルがあるし有本さんにも有本チャンネルがあるしそのお二人が持ってらっしゃるチャンネルとは別にプライベートなチャンネルがあってこれがどっちの帰属してるのか百田さんなのか有本さんなのかは私には分かりませんが。 少なくとも日本保守党の公式チャンネル、そして日本保守党に帰属している、そういう類のものではない。この朝八というのは百田さんか有本さんか、どちらかは知らないけれど、そのどちらかに帰属しているプライベートなチャンネルなんだ。これは今回確認しておきましょう。そして、 今、イメラジオでそれを取り上げているのも、ということは、そのチャンネルの運営によって生じる収入、これは別に日本保守党に入るわけではなくて、百田さんまたは有本さんのどちらかに入るということ。実はこれは私が言うまでもなく、飯山あかりさんがご自身のチャンネルで ここのところずっと指摘していることでもあるんですよ。つまり、飯山さんによると、朝八は、まるで日本保守党公式チャンネルのようでいて、公式でも何でもない、その収益は、百田さんか有本さんのポッケに入るんだよっていう、そういうこと。この朝八っていうのが、 お二人のプライベートなものである、これは飯山さんの指摘を聞くまでは私もわからなくて、その朝八っていうのは日本保守党としてのお知らせとか、そういうのもやってるようなので、てっきり公式チャンネルかなと思っていました。例えば賛成党にも公式チャンネルというのがあって、それは例えば 神谷さんのプライベートなチャンネルではない。それぞれの政党には大概公式チャンネルっていうのがあってそれはおそらくそれぞれの党に帰属しているんだろうしそこで何らかの収益が発生したらそれぞれの党のものになるのでしょうが日本保守党というのはこの朝八というのは少なくとも公式チャンネルじゃないし その収益はプライベートなものだよ。まあできたばかりの党なのでこういうパブリックなところとプライベートなところが区別がなかなかできにくいっていうのはしょうがない面もあるんですけど確かに飯山さんが言うようにこの朝8っていうのがもし公的なものであるならば もう公式にして、そしてその収益も百田や有本のものにはならないようにするのが本当はいいでしょうね。じゃないと、それこそ飯山さん言うように、その朝八で保守ビジネスをやってるだけじゃないか。チャリンチャリン。飯山さんによると、チャリンチャリンじゃなくて、札束がドバみたいな。 そんな言い方を飯山さんはしてますね。また、同じく飯山さんによると、この百田さんと有本さんお二人で出した、なんか公式本って名前の打った、その日本保守党っていう本があるらしいんですよ。私は読んだことはありません。これも公式本と言っておきながら、これは別に日本保守党に その本を売った収益が入るわけではなくやはり百田さんと有本さんと折半になるのかな協調だったらそういうものでこれもお二人にとっての保守ビジネスなんだよ山あかりさんは、まあ、意地悪くそうは言ってるわけですできたばかりの塔だからいろいろ不備なところはあるそれはその通りですけれどこのチャンネルが公式 ぽいようでいて公式ではない。また本にしたところで公式本と歌っておきながら実はプライベートなものである。これはあんまり良くない。賛成党を引き合いに出して恐縮ですけど、賛成党の場合も、例えば賛成党 Q&A ブックとか、賛成党のなんか公式の本、こういったようなものは、やはり賛成党の収益になっているようで、 そうではない。例えば、神谷さんと吉野さん、そういうふうな本は、これはそれぞれのおそらくプライベートな本として、その著者に収益は入るんだろうけど、賛成党としての公式なものは、その収益は賛成党に入っているだろう。その意味においては、日本保守党と比べて賛成党は、 まあちょっと先輩というか、ちょっとシステムが整ってる。そうも言えるでしょう。飯山さんはおそらくお二人が、百田有本のお二人が保守ビジネスをやってる、金儲けをやってるだけだ。彼らの言ってる保守はまやかしなんだということを言いたくて、このような発言されてると思います。飯山さんはね。 だけど、まあそこまで意地悪に見ずともできたばっかりの党だからしょうがないよねと。とはいえ、やっぱり公式チャンネル、公式本にした方がいいのは間違いない。やはり日本保守党がこういう保守ビジネスだの、ただの金儲けだの、まああらぬ悪口言われないようにするためにも、ここは案外飯山さんの言うように、 公式チャンネルにし、その収益は日本保守党のものになる。公式本と名前打つんだったら、今まではともかく、これからの本はちゃんと日本保守党の収益になる。そのような形で、パブリックなものとプライベートなものは、やっぱり分けるのが筋ですよね。イメラジオ、今回は朝8についてでした。